お母さんは、怒りんぼう聖人。杉山かなよ。お母さんは、怒りんぼう聖人。杉山かなよ。なよこら何この部屋は片付けなさいなんで毎日同じこと言われんの全部捨てちゃうからね 出た恐怖のおこりんぼ星人うわっこえー、お母さんこそ毎日こんなことばっか言ってんじゃん口答えすんなはいはいはい心がこもってないはいは一回でも入、はい、っていっても調子いいんだからとか返事ばっかでとか言うんだよ ちゃんと片付けなさいよ。後で見に来るからね。もうこんなところに靴下靴もバラバラお母さんは靴下や靴にまで怒ってるお母さんはいつも怒ってばかりいる怒りすぎだ本当に怒りんぼ性星から来た怒りんぼ星人じゃないかと思う怒って子供たちに言うことを聞かせて いつか地球を征服するつもりなのかもしれない気をつけろこれが怒りん坊星人だ普だはお母さんの姿をしているけど多分中はこんなのが入ってる「ほらちょっとねえ」が口癖眉毛が上がってる丸いけど多分角 おもちゃ捨てちゃうよとか言って自分の星に持ち帰ってお土産にする多分。子供に嫌いなものを食べさせるのはうんざりさせて元気をなくすため多分。怒ると目の横がピクピクしてほっぺが赤くなる途切れることのない文句偉そうなポーズ早く寝なさいと子供を早く寝かせて仲間と交信をする多分 ぼう星人は子供が嫌い怒って子供を弱らせて地球を征服するたぶんいつも口を尖らせているだってまずは朝からいい加減に起きなさい早く食べなさい歯、はあ、磨いたの顔は早く着替えてシャツ出しっぱなし髪の毛とかしなさい 持ち物なんで前の日に言わないの帰ってきたら帰ってきたで、靴揃いなさい。手洗ったのうがいはカバンこんなとこ置かない。宿題は手紙あったら出しなさい。おやつくださいでしょちょっと、冷蔵庫長く開けないのほら、喧嘩しない。すぐにテレビつけないの寝る前も、ちゃんと洗いなさい。 暑くないでしょ水入れないの。こーら、頭ちゃんと拭きなさい。わーわー言わないの。早くパジャマ着なさい。歯磨きしたのいつまで起きてるの明日起きられなくても知らないよ。おしっこはほーんと、朝から晩まで怒ってる。どう片付いたまずい。怒りんぼ星人が戻ってきた。あらこれ、どうして壊れてるの あ、それは、この間買ってもらったばっかりじゃないの。だからそれは、どうしてものを大事にしないの。もう何にも買ってあげないからね。違うよ。この前、コうタが遊びに来たとき壊しちゃって、お父さんに直してもらう約束してるんだよ。あら、そうなのじゃあいいわ。とにかくちゃんと片付けなさいよ。そう言うと、ゴリンボウ星人は、とっとと部屋を出て行った。 人の話をちゃんと聞かないで勝手に決めつけて怒ってさこういう時はごめんなさいって言うんだぞあ頭たまに来たお母さんが謝るまで絶対部屋から出ないぞ了解弟はなんだか楽しそうだトイレはトイレはオッケーおやつはそれくらい我慢しろよご飯はとりあえず我慢するええー おやつもご飯もなしじゃ死んじゃうよ確かに食料はあった方がいいしょうがないなちょっと待ってなよ僕はそーっとドアを開けたリビングからお母さんの話し声ラッキー電話中だ僕はそっと台所に向かった急いでパンとバナナを抱え冷蔵庫から牛乳を出した部屋に戻る途中 お母さんの話す声が聞こえた。ほんと厄介。容赦なく棒でバンバン叩かなきゃ。それでダメなら薬品使うしかないわね。まったく捨てたくなっちゃうよ。<laughs> え棒薬品何の話誰をバンバンするんだ僕はドキドキした。あはは思い知れー 見たなお兄ちゃんおかえりやったねパンとバナナに大はしゃぎする弟を黙らせて座らせたあのなお母さんは本当のお母さんじゃないかもしれないぞえじゃあ誰なの弟はびっくりした顔で僕を見たおごりん坊星人かもしれない じゃあ本当のお母さんはどこにいるの多分怒りんぼう星に連れて行かれたんだと思う。僕たちどうなるの怒りんぼう星人は子供が嫌いなんだ。このままやられて地球も征服されるかもしれない。そんなの嫌だよはわーお母さん弟が泣き出した。パタパタパタ。スリッパの音が近づいてきた。 ちょっと、何やってんの何でもない。立ち入り禁止。なんでよ。どうして進むが泣いてるの緊急事態発生。怒りんぼう星人が部屋に侵入してきた。お兄ちゃんが、お母さんはおこりんぼう星人だって。僕たちのことも嫌いで怒って地球を征服するって。何言ってんのお母さんが怒りんぼう星人なら、あんたたちははちゃめちゃ怪獣よ。 弟はちゃっかり怒りんう聖人に抱っこされているそして怒りんう聖人は僕の方を向くと真面目な顔で言ったさっきは怒ってごめんねお母さんも子供の頃よく怒られたなお母さんも きちんと洋服しなさい野さいべなさいなんて風にね僕たちと同じだそうよ怒られる気持ちもわかるから怒った後は心の中でまた怒りすぎちゃったなーって反省してるんだからふーん怒った後は僕たちのこと嫌いになっていると思ってた。 そんななことあるわけないでしょだってさっきも電話で棒で叩いた方がいいって言ってたでしょ <laughs> 聞いてたのあれは布団のダニの話あんたたちの布団を干して叩いてきれいにしなきゃってことあのね怒りんぼう星人はどんなに怒ったってあんたたちのこと絶対に嫌いになったりしないのよだから安心して怒られなさいお母さんはぐしゃぐしゃっと僕の頭を撫でた。 怒られているとき安心するのは難しいけどお母さんはやっぱり本物のお母さんだ <laughs> さあ片付けようお母さんが言った <laughs> いつもそういうふうに言ってくれたらちゃんとやるんだけどなほ <laughs> ら怒りん坊聖人の必殺技出すぞ <laughs> いやなんだそれ怒った後のえい、ー、<laughs> ぎゅー